はいさーい、本日は日曜日ということで日曜劇場動画のこと、2回目の放送ですねとなっております。1回目の放送ではね、動画をきれいに撮るための機材としてジンバルの選び方という動画をアップしておりますので、まだ見てない方概要欄からぜひ見てみてください。はい、ということでね、最近ね、本当うちのチャンネルどうやったらこういうおしゃれな動画撮れるんですかとか、そういう質問がすごいつくようになってきたんですよね。で、もともと写真のハウツーとかを中心にやってる番組なんで、そういうことってね、あんまなかったんですけど、今年に入ってからもすごいそういうことをリクエストいただくようになったので、まあ、日曜日はね、そういう動画のことについて学んでいこうという日にしております。はい、で、1回目に引き続きですね、2回目の今回も機材選びについてなんですけれども、1回目はジンバルというものの選び方を紹介しました。で、2回目の今回もっと基本的なところですね、動画を撮る上でのカメラ選びをどうすればいいかっていうところです。 Vlog、ビデオブログですねを YouTube で配信するとか、動画配信者とかに向いた機材がどれかっていうのを、まあ、前提として選んでます。早速カメラ選びのポイントについて今日はですね8項目に分けて説明していきたいと思います。で、この8項目っていうのは、まあ、僕の独断と偏見っていう部分もすごく多く含まれてますので、僕はこういうところを意識して選んでますよっていうような方がいたらね、またコメント欄に書き込んでください。ポイント1、小型軽量であるということ、これはね、機材を選ぶ上で非常に重要なんですよね。普段から YouTube とかビデオブログをやるっていうことで動画投稿を始めるとですね、日常生活でこうカメラを持ち出さなきゃいけない機会っていうのがすごい増えてくるんですよ。で、その時にですね、まあ、例えばビデオブログだったら、今日は、大きいね、こう子供用プールを買いに行くぞとかっていう日だったら、もう荷物も多くなるし、機材も持ってるしだとね、だんだん嫌になってくるんですよね。そういった意味合いで、小型で軽量っていうのは、まあ、いついかなる時も、何かのついでにこう持ち出しやすいっていうところで、非常に重要なポイントになってきてるわけなんですね。で、僕が普段使ってるカメラっていうのは、まあ、こちらの α6400 というカメラで、基本的に、ビデオブログとか、あとは YouTube 用の動画ですね、ほとんどこれで撮ってますね。で、理由としてはですね、小型軽量であるというところが、まあ、この機材を選んだポイントの大きなポイントの一つなんですね。ラフに持って楽に使えるんですよね。基本的に動画用に選ぶカメラとなってくると、一眼レフカメラよりはミラーレスカメラを選んだ方がいいっていうことになるパターンが多いです。うん、で、ポイントその2なんですけれども、ボディ内手ブレ補正があるかないかですね。これはね、すごい大切です。ちなみに僕が今使っている α6400 っていうカメラは、手ブレ補正がね、ボディ内に入ってないので結構しんどいんですよ。まあ、なんでかっていうと、基本的にそのジンバルっていう前回紹介した機材、カメラブレないように撮るやつですね、ああいうのを使えばいいっちゃいいんですけども、重くて大きいんですよね。で、また機材が増えちゃうっていう面倒くささもあるので、手ブレ補正付きのカメラだったらね、こう気軽に手持ちで、さあ今日はですねとかやりながら、外でカメラ1個だけでねやれるわけですよ。なので、手ブレ補正があるかないかで言うと、あった方が絶対にいいです。ボディ内手ブレ補正っていうのが、カメラのスペック表に書いてますので、そちらの有無を見て選んでください。で、ポイント3なんですけれども、モニターがね、こっち側を向くかどうかっていうのはすっごい大切なんですよ。まあ、見てもらうとこういう感じですよね。はい、こういう風に手前を向くことによって、こう撮影しながら自分を確認できるわけじゃないですか。だからすごい楽なんですね。で、もし仮にですね、自分を撮影しないよっていう人であったとしても、このモニターがチルトしてくれるっていうのは、いろんな体勢でね、例えばローアングルとかハイアングルとかで撮影するときにすごい便利なんですよ。で、しばらくね、僕も α7-3 っていうソニーのフルサイズカメラで撮ってたんですけどね、やっぱね、こっち側向いてくれないんでね、めちゃくちゃめんどくさかったんですよ。で、外部モニターをつけなきゃいけなくなっちゃって、そうなってくるともうワンサがワンサが機材が重く大きくなっていくんですよね。なので、最初からモニターがこっちを向くものを選んだ方がいいかなと僕は思いますね。で、ポイント4ですね、安いレンズがどれだけ用意されているのかっていうの、これ非常に重要です。なんでかっていうとですね、動画もやっぱり写真と一緒で、レンズ1本によって表現力っていうのはものすごく変わってくるんですよね。なので、レンズをどん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 買い足していくことになってくると思うんですけれども、そうなった時にレンズが高いとですね、後で破産しちゃいます。本当機材貧乏になっちゃいます。なので、純正じゃなくてもいいんですよ。そのメーカーのそのマウントのサードパーティーでどれだけ安いものが、優秀なレンズが用意されているのかっていうのも結構大事になってくるんですね。
ちなみにこの点で言うとですね、今のミラーレス機っていうのは基本的にすごい恵まれていて、まあ一番恵まれてるメーカーで言えばパナソニックとかが一番僕はレンズに関しては恵まれてるんじゃないかなと思います。なんでまあ結構動画配信者やってる方は本当パナソニック使ってる方は最近すごい多いですね。パナソニックかソニーかでなんか分かれるというようなイメージが僕の中ではあります。で、ポイント5つ目です。これ結構マニアックな内容になってくるかと思うんですけど、ログ撮影ができるかどうかというところですね。これはね、動画を後々やっていくと絶対にこのログ撮影っていうのをしたくなるので、そのログ撮影ができるカメラを最初に買っとくっていうのはもう絶対にお願いしたいところなんですね。お願いではないけど。でこのログ撮影って何かというと、ダイナミックレンジを広く撮影して、記録できるっていう方式なんですね。どういう効果があるのかというと、後でね動画を編集するときに色味とかを調整しやすいんですよね。で、まあ、例えば別にログ撮影じゃなくて普通に撮影して普通にポンと出すのでも全然いいんですけど、うちの動画とか見てると分かると思うんですけど、おしゃれじゃないですか、この質感というか色味がね、フィルムロックな感じで。これって普通に撮ってそうはならないんですよ。ログ撮影っていうので撮って、で後から、ラットっていうものを当ててですね、まあ、要は色をつけるって作業ですねっていうのをやってるんですね。でこのラットっていうものは別にログ撮影しなくても当てれはするんですけど、もう全然ね階調が違います。もう素人目に見ても分かるぐらい階調が変わってくるので、まあ、このログ撮影っていうのが可能であるかどうかっていうのはね、かなり重要になってくるんじゃないかなと思っております。サンスタでポイントその6ですね、スロー撮影ができるかどうかという点です。これはねかなり重要になってきます。やっぱスローでね撮影する映像ってすごい綺麗で、おしゃれな感じに見えるんですよね。で表現の幅も広がります。でこのスロー撮影ができるかどうかっていうのはどうやって判断するかというとですね、カメラのスペック表の動画の欄を見てください。大体ですね、24P、30P、60P、120P っていう風にですね、なんとか P っていう風に書いてるものがあるんですね。でそれが、いわゆる動画のフレーム数のことなんですけれども、まあ、例えばね動画って写真をこうパラパラ漫画のように並べることで構成されるわけじゃないですか。 24P であれば、1秒間に24枚の写真で構成されてるわけなんですね。で 120P であれば、120枚の写真で構成される。要は1秒間の中にこう小刻みにパパパパパパって写真がつながっていってるわけですよ。でそうするとですね、スローに、速度を遅くした時も滑らかさが保たれるんですよね。それが仮に 24P、 要は24枚の写真で1秒間を構成してしまうと、どうしてもねスローにした時にこう1枚1枚の写真の区切りがもう大きすぎてカクッカクッカクッってすごいカクつくんですよ。なので 120P ぐらいで撮れれば、まあ世の中でいうところのスロー撮影ということになりますので、 120P で記録できるカメラを選ぶっていうのが、まあ、一番いいポイントになるかなと思いますね。はい、で続いてはですねポイントその7です。4K で撮影する際のフレーム数っていうのが、僕はね結構気にしたりします。まあ、4K ってまあ言わずと知れてると思いますけれども、すごい綺麗なきめ細かい映像が撮れるわけなんですよね。でその中でもですね、 4K24P30P60P っていう風にですね、またさっき言ったようなフレームレート数があってですね、この 4K で撮影する際は、フレームレート数がね低いものが非常に多いんですよ。例えば 4K だと 24P までしか撮影できませんよとか、そういうのも結構あったりするので、 4K の際にどこまでのフレーム数で撮れるのかっていうのを気にするのはね結構大切なポイントです。まあでも YouTube とか Vlog とか中心にやっていくんだったら、別に 4K までもの画質で撮る必要ってなかったりするので、そんなに最重要項目ではないっていう感じになってきますね。でポイント8です。ポイント8はビット数というものなんですけれども、だいたい動画のスペック表のところに8ビットとか10ビットとかっていうふうに、ね、ビット数が書いてるんですよ。でこのビット数は何かというと、これもまた階調の話なんですね。8ビットで撮るのと10ビットで撮るの、簡単に説明すると10ビットで撮った方が圧倒的に階調は綺麗に記録ができるんですよね。でパナソニックあたりが10ビットを搭載したミラーレスのが結構多くてですね、こだわる方は結構パナソニック選ぶ方って多かったりしますね。で8ビットと10ビットっていうのは基本的にね、もうどういう場面で撮ったとしてもやっぱり8ビットの質感が10ビットの質感に勝てるってことは絶対にないんですよ。ちなみに僕が今使っているこの α6400 は8ビットで撮っているので、まあ今見ている映像が8ビットっていう感じです。僕が思うに YouTube とかビデオブログするぐらいだったら全然8ビットでも事足りるんですよね。
ただ仕事とか映像作品とかをこうゴリゴリ作っていくってことになったら、もう最初から絶対10ビットキーを選んでた方がいいかなというふうに僕は思います。はい、ということでね、ポイントを8項目紹介いたしました。まあ、このあたりを気にしながら、動画用のカメラを選ぶといい動画ライフっていうのが送れるんじゃないかなと思います。僕のおすすめはソニーの α6600 というね、あの11月に販売が開始されるカメラなんですけれども、まあ、そちらかなりおすすめで、その他にもね、パナソニックからいくつか出てる中で気になるものがあるので全部概要欄に貼っときますね。はい、ということでですね、まあ本当に今の時代って誰でもこう動画を撮って気軽に投稿できたりとか、あの動画での作品とかね作ることができますし、また家族いる方とかだったらね、あの将来子供が結婚した時のためとか考えるとですね、あのやっぱ綺麗な映像とかたくさん残してたら後々子供にもね喜んでもらえると思いますので、ガンガン撮っていった方がいいと思うんですね。で、大体動画性能が優れてるミラーレスカメラって写真性能も優れてるものが多いですので、ぜひね両方とも両立できるカメラをね、あの今後購入するなら、購入の視野に入れていただければなというふうに思っております。はい、ということでそんな感じですかね。で、僕が普段ですね、どういう動画撮ってるのかっていうのを見たいっていう方は、あの概要欄にね、僕の夫婦チャンネル貼っておりますので、ぜひそちらのチャンネルの方も見てみてください。ということで、また次回もお楽しみに。 See you!